登場からダイナミックなパフォーマンスを披露しているのはリーシランド自慢のイルカたちチームオールスターズです。今年の夏はたくさんの水しぶきを皆さんにお届けします。どうぞ最後までの応援よろしくお願いします。それでは今回のショーで活躍するオールスターズのメンバーを得意な水かけパフォーマンスとともに紹介しましょう。まずはチームアザーズから3投、1投目リオス、心優しく温厚な性格の持ち主。得意種目は大きな体を生かしたスプリージャンプ。なんとリオスの現在の体重は300キロを超えています。2投目はタイリー、リオスのぶっこで人懐っこい性格。得意種目のブリーチジャンプは2回連続。まずは右側、豪快な水しぶきを披露した回ですが、実はリーチランド一の甘えん坊イルカなんです。3投目はニア、物覚えが早く度胸があるタイプ。得意種目はテールワーク。ニアの正面の皆さん、大きな目と少し長い下顎がチャームポイント。リオス、ディア、カイリーの3頭はチームアザーズで培った団結力を生かし、皆様にたくさんのパフォーマンスを披露します。続いてはチームボンバーズから1投目、クリス、チーム最年長、推定年齢はなんと39歳。クリスの得意種目はスライディング。目の前のステージにご注目。クリスは頭の上にある鼻の周りがピンク色なのが特徴です。2投目はプリン、皆さんプリンの顔つきが1頭だけ他のイルカたちに比べると違うことにはお気づきですか。実はプリン、お母さんは他の4頭と同じ口先が長いことが特徴のハンドイルカ。お父さんは頭が丸く口先が短いことが特徴のハナゴンド。別の2種類の間に生まれました。日本ではここリーチランドでしか見ることができないとっても珍しいイルカなんです。そんなプリンの得意種目はマウススプレー。中央前方ブロックの皆さん、心の準備を。普段はチームボンバーズで活躍しているクリスとプリン、31年という長い年月を共にし、強い絆で結ばれています。今回のショーはチームオールスターズ総勢5頭のイルカたちがそれぞれの特徴を生かし、たくさんのパフォーマンスをお届けします。さあ皆さん、ここからはさらに盛り上がっていきましょう。
水中パフォーマンスでお楽しみください。
ご案内を